を描いた。こんな違う僕ら出会うはずもないはずもなかったさ。泣かないでいて秘密の約束、消えない傷跡、守りたいと言ってしまえたらきっと楽になるけれど、どうしようもないほどにもう引き裂かれない。本当の言葉聞きたくもない。口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、写真に残らない思い出を焼き付けて、二人の約束が口癖で終わらぬように、口づけダイヤモンドをあなたの指に渡そう。形のない約束いつだって思い出して、愛してる。遊んでんだろうな。よし、このステージが何人か見つけず。サバイバルゲームもお預けですよ。よう、お前ら。似た山田がいるぞね。僕らだって好きで来たわけじゃありませんよ。なん、去年と同じメンツだよ。しょうがねえな。バカにつける薬はねえっていうくらいだしね。君に言われたくない。そうだろ、大塚さん。つまんねえやつらだぜ。それでは本日の追試の答案を返します。どうかと明日は頑張るように。俺の夏休みどうなっちゃうんだ。っていうか、そもそもここに来た本当の目的は。てめえら何したんだよ。ノートの下巻は魔女伝説ほったらかしかよ。クラブハウスに長剣部の物質があると気づき、合宿をセッティングしたとこまでは良かったが、実はまだその物質に入れないの。は？鍵を持った先生が来てねえらしくてな。追試は終わらねえわ。ノートの下巻は見つからねえわ。俺の合宿最悪なことになってんじゃねえか。山田君。なんだよ。明日は入れ替わってあげる。おっさー、海だー。じゃあ俺ちょっと潜ってくるな。まったく山田のやつ。でもうららちゃん、どうして入れ替わってあげたのかしら。そりゃ決まってんだろ。あいつがいねえとつまんねえからさ。よく次流された。悪い、うつらー。な、次かかせよ。なるほど。このまま追試を突破できなければ、また宿題漬けの夏休みになるぞな。おい亀田君。はい。この問題に当てはまる公式は何番かな。3番。うん、よろしい。では次の応用問題を解ける人は。山田君。X イコール6分の5倍、 Y イコール6分の π。 正解。本日の山田はどうなってるぞな。カンニングでもしてるんじゃ。しかし驚きましたよ。今日の山田はなかなか冴えてるぞな。どうでしょう、彼を我々の仲間に加えてみるというのは。では頼みましたよ、大塚さん。
もう夜ご飯の時間だけど、あなたは食べに行かないの？そう。あの、え、お友達になりませんか？いえ、その、ですから私たち補習仲間として、その、いいわよ。これから追試だってのに元に戻れってのはどういうことだ？おい白石。ねえ山田君、大塚芽衣子さんとはどういう関係なの？どういうって、去年も同じ補習に参加してたってくらいだが。私たちと同じクラスよ。確か漫画研究部の人よね。ああ、山田と並んで成績不振者リストの常連だ。それで大塚がどうかしたのか？山田君、彼女とキスした。は？するわけねえだろ。そう、じゃあほぼ間違いないわね。大塚芽衣子は魔女よ。え？さっき突然キスされたの。これは魔女の典型的な行動だわ。それに彼女、私とキスしたのに入れ替わらなかった。そっか、魔女同士はキスしても効果がないのね。大塚が魔女なのは間違いなさそうだが、肝心の能力は？わからないわ。でも確かなことは、山田君、狙われているのはあなたってこと。だから元に戻ってもらったの。彼女の目的がわからない以上、私には対処のしようがないもの。そうかもしんねえけど、この後の追試はどうすんだよ。自力で突破して。そんな、さらば山田とわに、てめえら。はあ、今日で追試は終わるはずだったのによ。大塚が魔女だとすると、俺にどんな能力をかける気だったんだ？あの、先ほどは驚かせてしまってごめんなさい。あ、ですから、キスしたことというか、もしかしてこいつ、俺が能力にかかってねえことに気づいてねえのか？とにかく、これから起こることに絶対に驚かないでくださいね。一緒に追試を乗り越えましょう。一緒にってどういうことだ？変だな、普通に問題解いてるだけじゃねえか。もう80点以上で合格なんてハードル高すぎんだろ。あいつらもダメだったみてえだな。おい大塚、お前、俺に何したんだよ。もういいです。待てよ、お前の目的は何だ？さっきのあなたとはまるで別人ですね。今日のことは忘れてください。何なんだ一体。はあ、なんでてめえらがここにいるんだ？それはこっちのセリフだわ。抜け駆けするとはいい度胸だな。いいよ。それでバックれてるつもりか？小田切さんと牛尾くんもノートの下巻を探しに来たんでしょうけど、部室はまだ。ええ、分かってるわ。補習が終わるまで部室は開かないんでしょ。何でも補習の先生と入れ替わりで来る先生が鍵を持ってるそうじゃない？ってことは、俺たち補習組が全員通知を突破するまでノートの下巻にはたどり着けねえってことか？そういうことになるわね。それなら全員白石さんと入れ替わってカンニングすりゃいいんだ。教師が目の前にいんのにキスできるわけねえだろ。待てよ、そういや大塚のやつ、テストの前に一緒に追試を乗り越えましょうとか言ってたな。突然そんなことを言ってくるってことは何か能力に関係してるのか？つまり大塚さんの能力を使えば追試をクリアできるってこと？いや、わかんねえけど。だけど、かけてみる価値はありそうね。まさか、うん、そう、今度こそ山田君自身が
大塚さんとキスすればいいんだわ。大塚とのキスを取り付けておくからって、代わりに風呂に入っとけってのはどういうことだ。しかも体洗っとけだと。あら、白石さんもいたの。なんて言うたげりか。一緒の部屋なんだから誘ってくれてもよかったの。ここは魔女同士、裸の付き合いも悪くないわ。ちょっと何よ。大変、体洗わないと。先に上がるわね。ちょっと待ちなさい。もしかしてあなた山田。もう最低。仕方ねえだろ。大塚がキスしてきたのは白石の入った俺だったんだ。あいつの方がキスの約束しやすいだろうってよ。このバカ、アホ、変態。ねえ、大塚さん、キスしてくれるって。本当か。ええ、元に戻ったら急いで玄関裏に行って。おう。もうこれで最後にしてほしいんです。何も起きなければ友達になるという話も。ああ、わかってるよ。これでようやく大塚の能力が明らかになる。変ね、山田とキスしたのに何も起きないわ。まあ俺もだ。一体どうなってやがるんだ。あんた本当に大塚さんとキスしたんでしょうね。約束は守れ。どんだけ信用されてねえんだよ。まあ小田切さんの虜の能力みたいに後からじわじわ効果が出てくるのかもしれないわね。となるとこうしていても仕方ねえな。女子部屋で待つか。俺も。じゃあ俺ちょっと私の布団。男子は部屋に戻りなさい。言われた通り来てやったぞ。よかったです。私の声聞こえたんですね。つーかよ、しかし10分の遅刻で邪魔は私を舐めているのか。やめろ訓練部。えなんだこの返事は。ケリーケリー、ふざけているのか。一晩寝たら忘れちまってた。何の言葉。つーか、こいつテレパシーだと人格変わるのかよ。それでは訓練を始めましょう。あ、やっぱり。この力は私がキスした相手、つまりあなたからも言葉を送れるのです。山田さん、後ろを向いてください。こうか。はい、そして私の顔を思い浮かべて。もう一度聞き取れる。どういうことだ。この力を使うには豊かな想像力が不可欠なのだ。さあ山田訓練兵、もう一度私の顔をよく見てやってみろ。もっと集中しろ。また私に話をされてくれるつもりで。なんで抜けんのだ。知らねえ。俺の想像力が乏しいとでも言いたいのか。分かっているならさっさと集中しろ。たぶんこいつは簡単には使えねえ能力だぞ。そもそもできたところでどうやって水晶を突破するんだ。お困りのようだね、山田訓練兵。なんでお前の声まで。君はまだこの力の強さに気づいていないようだね。メイト司令と一度でもキスした者は彼女を通じて全員でこの能力を共有できるのさ。一人答えが分かれば全員でカンニングし放題ってことか。
そういうことになるぞ。だとしたら、これってすげえ能力なんじゃないか。待てよ、でも誰がその答えを用意するんだ。それはもちろん、今田さんに答えを。は？僕らの目はごまかせないぞ。あなた本当は勉強ができるのでしょ。山田さん、一緒に頑張りましょう。つうわけで、テレパシーをマスターした上で追試の答えまで用意しなきゃならねえんだよ。せっかく大塚の能力が分かったというのに。うん、がっかりしてねえで。お前らもなんか。おっぱい。は？おっぱい、おっぱい、おっぱい。宮村があっさりテレパシーを成功させやがった。おい宮村、俺にもコツを教えろ。相手の顔を思い浮かべればいいんだよ。それができねえから困ってんだ。でももし二人がテレパシーできるなら追試を突破できるんじゃないかしら。何？本当か？仕方ない、お前にこれを授けよう。なんだ俺。それでは本日の追試始め。宮村のやつなんでこんな写真持ってんだ。俺に入手できない写真を。写真がどうかしたのか山田君で。あ、もしかして。よっしゃ、喜んでる暇ねえぞ。ああ、まずは1問目を。直線 x 引く y たす3は0に関して。ちょっと私にも通信させて。うるせえな。つうか俺が問題伝えたらそっちで白石が答えて、宮村が送ってきた答えを。ああ、どうぞ宮村。どう考えても時間が足りねえ。今後のお豆早く進化。おい大塚、ここは残り5分にかけてくれないか。どういうことだ。一つずつやってたら間に合わねえ。俺が先に全ての答えを手に入れて残り5分でまとめておくれ。間に合う保証はどこにもねえけどな。面白い。貴様は信じようではないか。それでは追試の結果を発表します。やった、合格だ。よくやった山田。二等兵。二等兵。どうやら突破したらしい。やってることはカンニングだけどね。まあそういうな。能力扱ったが自力で乗り越えた。山田にとっちゃでかい進歩だろ。でもまあこれでようやく長剣部の部室が開くわね。ああ、そうだな。開けるぞ。何にもねえ。こんなはずないわ。ここは倉庫になっていたはずよ。だから言ったのにね。探し物ならないわよって。先生、ここは他の部が使うとかで、あったものは全て処分しちゃったのよね。処分だ。じゃあノートの下巻は。まあ、もともと確信があってきたわけじゃなかったからな。そうね、ちょっと残念だけど大塚さんの存在も分かったし、何より楽しい合宿だったわ。白石。まあ、それもそっか。しかもまだ終わりじゃないし。あ、追試終わったぞ。今日は合宿最終日よ。最後の最後までに楽しむしかないでしょ。お、そうだね。宮村、率直に聞くけど、この部屋の荷物、処分したの誰だと思う？こんなことできるなんて。そんなもん会長しかいねえだろ。
てめえがやれば。ねえ山田くん、これに火をつけてほしいんだけど。いや危ねえからやめとけ。あのさ白石。何？俺大塚のことを知って確信したことがあるんだ。自分の置かれた状況に不満があった白石は入れ替わりの能力、生徒会長になるために仲間を集めたかった小田切は虜の能力、人と話すのが苦手だった大塚は思念の能力、魔女の能力はそいつが望んで手に入れた力だったんだよ。そうね、そうかもしれない。だとしたら俺は何を望んだんだ。山田君も何かを望んでいた。わかんねえ。でもきっとその答えは魔女に会っていけばわかる気がするんだ。だから俺は魔女を探すことにした。俺は知りたいんだ、自分がなぜこの能力を持ったのかを。山田くん、そうね、私もそれ知りたいわ。何してんのよ二人とも。二人で夜の街に繰り出すつもりか。ちげえよ。ほんと最後まで協調性がないわね。まったくだ。んなことよりだ、大塚から仕入れたすげえ情報をてめえらに教えるぜ。何よ山田のくせにもったいぶって。次の魔女が分かった。君に染まるキャンディめくるページの中重ねて二人一つに奏でてみたい。台本通りの青春じゃ青春とは呼べなくて、制服の下秘密の眼差し誰にも見せない優しいフレーバー、あのね君に聞いてほしい。もう隠せない広がってく甘くて苦い気持ち。天ぷらだけはやめてくれ。貴様らカレーライス買ってこい。なんでそんな。